にね、会えたっちゃ会えたんですよ、僕たちは。そうそう、三河圭さんに会えたんですよ。三河さんも早い、早かったよ。すごかったな。1週間で会えましたよ、ね、うん、原宿のカラカンで会えましたよ、ね、すごかった。でもびっくりしちゃって、もう全部が信じられなかったです、ね、そうね、いや、うん、速さ、場所、はい、その後原宿のカラカンで、うん、全く関係ないクマムシの佐藤に会えた。あ、いた全く関係ないのに佐藤君いた。カラオケ楽しんでた。プライベートで、プライベートで、うん、楽しんでた。普通にカラオケ楽しんでたまたまその僕らのドッキリやってくれたその三河さんが、スタッフさんが、はいはい、クマムシの番組もやってるらしくて、ほう、おお、あれみたいになって、危うくバレかけたんですよ、佐藤先生。そんなことね、はい、そんなわけで、まあその辺ももろもろ質問が来てますんで。あ、来てますか。あの、ファンレター質問が来てるの。あ、質問が YouTube に、あ、YouTube に、 YouTube に、はい、ちょっと答えられたのでいいんですけど、はい、うん、2本目は何やるつもりだったの。ああ、同じやつをもう一回やる。バカ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 ダメよ。あ、ファンレスト怒ってる。ダメよ、ダメ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 よ、ダメダメ。いいじゃないの。ダメよ、ダメダメ。そんな1本目が結構評判良かったんで。味しめんの早い。そうですね。さすがに。まあね、それぐらいやっても。